はい、こんにちは。ないでございます。えー、っと、そうですね、えー。まず説明をしないといけないですね。えー、っと、うんと、今これは生放送かなんかに流れちゃってるんですよね、きっとね。えー、っと、弊社の。 セカンダリーの会員の方たちに見れる状態になっちゃってるのかなと思うんですけれども、皆さんいつもお世話になってます。皆さんが求めているえと動画ではございません。こちらはですね、私があの個人でえと担当させていただいている大学の講義の、講義での学生さんからの,あのメッセージへの、 なんていうかなメッセージへの回答の、えー、と動画でございます。えー、まあ皆さんご存知の通りですね、えー、新型コロナウイルスの、えー、感染拡大、えー、によってですね、大学もオンライン授業になっておりまして、えー、まあ、あの、それはそれで、えー 対応させていただいてるんですけれども、で、まあ、あのー、これは水曜日の、えっと、水曜日に僕が担当させていただいてる大学の授業の、えー、動画、動画用に撮っています。あのー、課題を投げてるんですが、投げさせていただいてるんですけれども、まあ、それだけでも、まあ、いいのかなと思ったんですけど、初回なので、あのー、で、しかも1年生が多い授業なんですよね。 なのでですね、まあなんか、あのー、課題出して課題に答えてもらっての繰り返しだけだとなんかちょっと、まあ味気ないなと。で、えー、初回ぐらいは、えー、ちゃんとですね、えー、皆さんと、あのー、ちゃんとコミュニケーション取りたいなと思いまして、あのー、配信をさせていただいてます。あ、なのでですよ、えっ、ー、と、この動画は、 うんとその受講をしている大学の学生さんたちには別のシステムを通じて、えー、受講している学生さんたちのみに、えーとえー、あの見れるようになるはずです、えー。なぜこちらに流れているのかっていうのはですね、それはまああの僕が個人でチャンネルを持ってないからっていうだけの話ですね。えー、なので、えーと 僕の大学はどんな感じなのか教えたい方はお役立ていただけるかなと思うんですが、それ以外の方は、えっ、ー、と、この動画はご覧いただかなくていいんじゃないかなと思います。そうですね、高校生の方とか、あのー、なんかはですね、えっ、ー、と、僕がいる大学に来ると僕とはこんな感じでコミュニケーションができるよとか、えー、そんな、あの、感じだったり、そんな風に参考にしていただければと思います。あ、でもあれですね、ただ、あのー、僕は、あのー、常にずっと、 あの特定の大学に続けるかどうかは分からないので、えー、大学入学する時はですね「幼いはまだいますか? <laughs>」と確認していただければいいかなと思います。あとは僕を引き抜きたい、うんえー、方。 あの、たちですね。まあ、そんな風に思ってくださる方がいたら大変ありがたいんですけども、あ、幼いって学生とこういうやり取りしてるんだ、みたいな <laughs>、参考にしていただければと思います。初回なので非常に緩いお話です。で、しかも18歳とかの方々も多,多いと思うので、えまあ、最初の触れ合いみたいな感じですね。そんなわけで、すいません、お待たせしました。えっ、ー、と、 学生の皆さん、ありがとうございます。あの、先週、えー、っと、課題出させていただいて、先週じゃないのか、先々週なのか、えー、出させていただいて、皆さんの回答を拝見しました。えー